ただ本当にみんなこれチャンスありますからね、うん、ドラマはパピンです。黒沢さんがこれは仕掛けちゃった方がいいでしょうね、はい、そうですね、絶対に仕掛けた方がいいと思うんだけどな。まあどうかな、2枚目のトーンでどうだろう。とりあえずここは言いそうだと思いますけど、はい、動きづらくなりましたね。そうなんですか。動いてもいいと思うんですよね。それでも動いてもいいと思うんですが、両面になっちゃっただけに何から仕掛けたくなるんですよね、こうなると、はい、次ミナセがトーンを余らせる可能性が高いんですが、あ、これパンマン仕掛けるかな、仕掛けないか。トーンどうする。さあ飛んだ。あ、もう平然と。うわ、そうなんですか、はい、いや、いいんじゃないですか。なんでですか。いや、黒沢らしいですよ。へえ、こっちの方が。ナンはどうですか。ナンは動きいいと思います。ナンはそうですね、パワーも仕掛けるんじゃないですかね。自分のなんだろう、あのこれと思った場合から出ないと泣かないっていう、そのなんか一種の、はい、言葉悪いですけど、まあ、贅沢な選び方でいいと思いますよ、はい、マージャンって嫌いなものを無理に受け入れる必要ないというので、うん、そうですね、まあ、そうか、まあ、何かしらもうしょうがないなって言って思ってる時の選択は、あんまりうまくいかないですよ。ああ、私だったらあのパワーワンとかも仕掛けてもうなりふり構わずもうバックで、うん、仕掛けちゃうんですけどね、うん、トーンは、うん、トーンはちょっと仕掛けないかな。あ、そうなんですか、はい、トーンは仕掛けないと思います、うん、あ、これで両面ターツがどうするんですかね。何泣いた時もやっぱり普通にカンパンも払っていきそうなんですかね、はい、うん、もう上がること重視で、うん、枠ツは打点的には残機あればいいので、まあドラさえ使えれば3色は崩れてもいいっていう状況ですね、はい、うん、さあこれでどうするかですね。これはもう想像払ってくんでしょ、うん、仕掛けられますからね。そうね、重なった。こちらも面前本一まっしぐら高宮、こちらもいい数万が入る親番の水瀬、カンちゃんを払います。黒沢はピンズ、選択ですねここはね、総図で一面ずつできました。枠ツ、まあでも3ピンか。そうですね、パースを打っていきました黒沢です。どっちも似たもんですかね。換算層の受け残した。それを黒沢が泣く。そうなんですよね。さあ天杯が入った。トンナン、シャンポン待ち、まあ、トンはないですけど、ないですね。あ、そうかそうか、そうですね、ダブナンホイッツで満軍確定なんですよね、まあ、数ピンでいいんじゃないですかね。絶対パーピンは使いたいわけですから、はい、あの形で残すと先にウーピンが入ったらパーピンが出ちゃうんですか。パーピン切ってリーチなんでしょうけどね、面ピン、面ピンツモでトップか。水瀬はパーソーを残しました。サブロー9層の受け、
な、2枚とも生きてるんですよね、はい、誰が引く、それとも自力で持ってくることができるのか黒沢、はあ、なん、ここはと出ないか、まだ天杯が入りません。後継のイーシャンテン水瀬、水瀬あれ残さざるを得ないんですけどね、あのチーピン、ちょっと枠数の入り方次第でチーピン危ないんですよね。そうですね、確かに、うん、あその枠数は、いやこれリーチでしょう、うん、そうですよね、カンチーピン、はい、いわゆるもろ引っ掛けの形、まあドラ表示牌の街ですからね、これノーテンポアップ払いたくないんで、水瀬多分これ、これ打っちゃうんですよね。サブロッキュース入っても打つだろうし、今行った、そうですよね、あ一発だ、うーん、あの一巡置いちゃったのが、そうですか、まあ、まあね、テンパイチャンス広げるためにはしょうがないっちゃしょうがないですけど ね、 リーチ一発ドラ、最後上がったのはワクツアキラ、